白いソアラの都市伝説は日本中のドライバーたちに恐怖を与える存在となっています。一つ目の内容、群馬県の国道沿いにある中古車販売店に白いトヨタソアラが数万円という破格の安値で展示されていました。有名な高級クーペであるソアラがこの価格で手に入るとなれば、当然誰かが買っていき、その車は早々と店先から消えました。しかし後日、同じ白いソアラが再び中古車販売店にやはり数万円の安価で展示されていました。実はこの車に乗った者は皆同じように運転中、事故によって首を切断され無残な姿で死亡しました。そしてその白いソアラは再び売りに出され、今もどこかの店先で次の主人を待ち続けているのだといいます。比較的有名な都市伝説だが、出自に関してははっきりしていません。一説にはアメリカなど海外で一時期流行した呪われたポルシェと呼ばれる都市伝説が変化したものではないかというものがあります。ちなみにソアラの生産開始は1981年からです。舞台についてはなぜか群馬県の国道沿いとして語られることが多いです。また話の中でこのソアラはもともと暴走族の青年の所有者で、ふざけて箱乗りをしていたところ、道路標識に激突し首を切断されてしまったという注釈が加えられることがあります。類似の都市伝説に首チョンパソアラと呼ばれる話があります。2つ目の内容、まずこの白いソアラが目撃される場所は決まって深夜の高速道路や山道です。目撃者の証言によれば、この車は非常に高速度で走行し、突然現れては消えるといいます。特に驚くべきは、この白いソアラが他の車に接近すると事故が多発するという点です。多くのドライバーがこの車と遭遇した後に事故を起こし、命を落としたり大怪我を負ったりしています。第2に、この白いソアラにまつわる背筋が凍るような話があります。伝説によると、この車にはかつて交通事故で亡くなった人の魂が宿っていると言われています。その魂は事故現場で未練を抱えたままさまよっており、同じように高速道路で命を落とす人々を増やそうとしているというのです。これが白いソアラが事故を引き起こす原因だと考えられています。第3に、この都市伝説が広まる背景には、実際に白いソアラに関連する事故が多発しているという事実があります。警察の報告によれば、白いソアラが目撃された場所では他の地域と比べて事故件数が異常に高いのです。この事実が伝説の信憑性を高めていると言えるでしょう。結論として、白いソアラの都市伝説はただの噂話ではなく、実際に多くの人々が恐怖を感じる理由があります。高速道路を走る際には白いソアラの存在を頭に入れておくことが重要です。もしも深夜に高速道路を走行することがあれば、周囲の車に注意を払い、この謎めいた白いソアラが近づいてこないように気をつけましょう。あなたはどう思いますか？白いソアラの存在は本当にただの都市伝説なのでしょうか？それとも何か科学では解明できない現象が背後にあるのでしょうか？コメントであなたの意見を聞かせてください。